どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しいモンスター完成しました。使っていきましょう。キラーマジンガですね。S サイズは持ってたんですけども、L サイズを新しく作ってみました。能力値はカンストしてます。で、スキルはキラーマジンガ攻撃力アップ4、爆風ガード SP。をつけてます。爆風ガードがついてますので、耐性がものすごく良くなってますね。もうすべて普通以上。で、無効も結構あるっていう感じです。はい。で、特性ですけども、こんな感じになってます。いきなり魔法カンタと、いきなりバイキルと、いきなりスカラ。これは S サイズでもあったんですけども、L になると、1、2回行動と、逃走本能。そして、会心の完全ガードがついてます。これは結構いいんじゃないの？やっぱり、2回行動っていうのが出ると強いんだよね。対戦ですごく強くなりそう。まあ、とにかく、どんな感じなのか使ってみましょう。それでは実際に戦っていきましょう。スキルキラーマジンガなので、攻撃系がこういう感じか。そうかそうかそうか。属性第一弾しかないんだね。まあいいでしょう。そうか、第一弾のみか。な、剣豪の方がいいのかな。どうでしょうね。剣豪の方が、使いやすい気もするけど、でもこっちは爆裂剣もついてるんだよね。1対1になると、そっちが強いからね。はいはい。そうね。全体攻撃ってなると、いろいろ選べる剣豪の方が、いいよね。ちょっとオートで戦ってみ？そうか。身代わりしかできないようにしてるよね。オッケー。で、このキラマジンガの L は、やっぱいいね。2回行動がいい。2回行動すごくいい。うん。あれだわ。HP 半分以下になった時に、戦闘力が増すっていうところ。それ結構重要だよね。わお。いや、これ、剣豪入れた方がいいか。なんか、その方がいいような気もする。ちょっと待ってよ。まあまあ、いいでしょう。キングスライム結構 HP 高いからね。属性選べるのほんといいな。でも、1対1の性能は、キラーマジンガで申し分ないと思う。そうね、複数と戦うときには、剣豪の方がいいけどね。全然余裕。はい、ということで戻ってきました。今日はキラーマジンガの L サイズ作りましたので使ってみました。やっぱりね、この逃走本能と会心完全ガード、この二つ相当いいと思うのよね。まあ、今回はちょっと HP 半分になることなかったんだけども、対戦だと、まあ、半分になることあるだろうし、その時に一気に強くなる。で、やっぱりこれだね。1、2回行動。1回の時もあるけども、2回出た時がものすごく強い。はい。で、スキルだよね。今このキラーマジンガなんですけども、これよりも、この剣豪の方がいいのかな。でも剣豪は全体攻撃に特化してる感じで、で、キラーマジンガは、まあ一応全体も攻撃できるし、単体で強いっていうやつだもんね。まあこのままでいいかな。キラーマジンガのまんまでいくか。はい。ということで、今日はキラーマジンガ L 使ってみました。まあ、L でも S でも、このモンスターは全然強いですね。キラーマシン2も強いんですけども、マジンガも全然強いと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。